キガーカンパニー代表の関根です。2つ目ということで、その後ですね、教え上手になるという本を書いた後、まあ、何冊か書かせていただいて、また教え方に関する本のご依頼いただいたんですね。でそれがこのこれだけは押さえておきたい仕事の教え方という本になります。まあ、さっきの教え上手になるが一対多でどう教えるのかであるとするならば、これはどちらかというと現場で1対1で、その相手にどう教えていくのかという現場での OJT の細かいことをこう書いたものです。中ではその相手、そのプライドが高い人にどう教えていくのかとか、あとはそのシーン別ということでパソコンを教えるにはどうしたらいいのか、クレーム対応の時どうしたらいいのかとかですね、まあ、そういうことを細かく書いたのがこの本になります。でおかげさまでこれもご評価いただいて、今もう9スリぐらいですかね。で、まあ、一応ロングセラーということで、長く10スリぐらい売ったんですかね、売っていただいてます。まあ、ただですね、これ4冊目だったんですけど、これ書いてると結構大変で、なかなか出てこないんですよ。で当時寄居町に住んでまして、寄居町のベイシアのカフェでこうカチャカチャ書いてたんですけど、あもう出てこないなと。でこれはもうアウトプットするにはインプットしなくちゃいけないなと思ってですね、これ書いてた時にもっと勉強しなくちゃと思ったのが、ありました。それでは